あ、脱力してるんですか。そしたらここに遠心力でここで力を入れる。あ、このインパクトのところ、ブレる。これ止めるのよね。おお。例えば月、月をちょっと見てもらいたくて。月は先生がもし指導するんだったらどこを直しますか。それともそんな悪くなかったですか。あのね、はい、月にはさ、はい、中段月、はい、上段月、上段月、下段月、はい、これが直す。上段、中段、下段、下段、はい、だからもうこれをもっと私がやるということになると、はい、まずはいろんな肩にはめていくとさ、はい、ちゃんと四股立ちしないといけないね。あ、四股立ち、四股立ちで練習しないといけない。あー、月の基本は四股立ちから。四股立ち、四股立ちというのはさ、はい、これを挟んで、はいはい、ここまでますね。これが垂直にならんといけない。あ、膝と親指が、うん、垂直に。これも、これだけ曲げる。でこれだけ曲げると今度弱いんだよ。もっと曲げると、はい、うん、このぐらいね。でこのぐらいにして、はい、このぐらいにして、はい、そこから、そこからバン。つかんで。でも振ってるさ。ああ、はい。じゃないと思うね。まっすぐその。ああ、なるほどなるほど。だからもう。おお。ね、下段もバン。だからこれ。本当だ。四股立ち。これぐらい。うん、で、こっち。わちゃわちゃこれ。これがこう立って、こう。でね。はい。肩幅というとさ、はい、普通は、足の長さね、はい、これをこう作ったのが肩幅で、こことこのここと僕の肩幅で言うと、これとこの長さが僕の肩幅で。ああ、はいはいはい、うん、じゃあこの肩幅の四股立ちが一番いい形。ああ、いやいやいや、そうじゃない。あ、そうじゃない。これで肩幅だからさ、はい、これにこの爪先を、はい、いって、ああ、なるほど。あの爪先、うん、まず肩幅やってみて、はい、爪先これ曲げる肩幅、ね、こっちへ向いてから、あ、足元これで、わ、こんなになってるでしょ。あ、こう払って、あ、きついですね。これが四股立ち。それで、今の、今の、で、こうとかじゃなくても、バスッと、うんうん、これ一つ伸ばしていい。もっと伸ばす、はい、こうなると、ここの関節を鍛えられないんだよ。あ、伸ばすと鍛えられる、はい、関節も、はい、今でもこっちにね、あ、もうまっすぐ、まっすぐ、そういう形で、ね、こっちはよ、きつい、これ
はい、そういうのね。先生はあそこにある巻きわらとかも今みたいな四股立ちで打つんですか？これはまた別の稽古法。あれまた。腰より恐ろしい。ここの腰の動き、ね、はい、先生のやっぱ握り見てたらちょっとここに集中してるんですよ。ここは抜くの？これはもう打撲してね。あ、打撲して。それで逃げられなくなる。あ、そうなんですね。打撲する。こう、加勢してだったらできるけどね。あー、なるほど。こうだったらできる。おお。この遠心でくらい当てて。へえ。こうやって。この遠心で打つ。ここで伸びきらんと。ああ。こういった練習ね。ああ。これからするとさ、はい。ここら辺に書いてあるけどさ、練習すべき。300回程度 100回から200程度使っていけないとてね、1日あ、この巻きわらこの伊藤先生の言うには伊藤先生は100から200毎日打ってたってことなんですかね実際にはやっていたんだろうなそうですよね、だから書くんだって嘘をかけないんだねそうですねすごい、そういうふうにして、で、これも測って、こう考えるときは、全然力ない。あ、脱力してるんですか？そしたら、こういう遠心力で、ここで力を入れる。あ、このインパクトのところ。ブレる。止めるんだよね。おお。これ鍛錬が足りないってことなんですよね。おかしいか。骨がおかしい。